それほどダラダラした練習やってるんで、初めて私は怒ったと周りの人はびっくりしたそうですが、おっとこれは交代ではありません。ハウエルだ。左のピッチャーからも最近はホームランを打っています。タオさん、はい、ここはあれですね、野口にとりましては、はい、大事なポイントになってきましたね。今のハウエルは左のピッチャーからも6月に3本のホームランを打っております。バッターボックスのハウエルです。今バッティングは絶好調。この人を5番に置くという案もあったのか。触れてます。トゥーナスイング出ますからね、はい。と見てゴンドさん、先ほどからは一応落合も広沢も追い込んでるんですけどね。そうなんですよね、まあ、広沢ハウエルも前半はね、低めの変化球はすごく振ったんですけど、これ誘ってみて、それで次の球考えないと今の球は無駄なんですよね、はい。それにしてもこうやってましたよね。今まではもう最初に左足に重心を乗せておいて、はい、前に行くだけのスイングだったんですけどね。左足に乗せて高い、はい、これも全く無意味。2-2だから7月の11日から札幌でヤクルトと連戦があります。その試合を睨んでます、まあ、前半戦のある意味で一つの大きな山場と考えてます。斉藤真からをそれに投入する腹積もりです。今日は斉藤の先発です。2-2ランナー下、黒川の盗塁です。キャッチャーシーンにシーンのリードでやりますが、ちょっとアップアップの状況と申し上げてもいいんじゃないかと思いますが、野口3割に達したんですが、横浜球場でなぜか打てませんで3試合ノーヒットが続きました。バースベックにも完璧に翻弄された日曜日のバッティング見ましてね、これはもう辛いなというぐらい対抗。ツーアウトでランナーがありません。タオさん、対抗がカムバックしてきましたけれども、はい、横浜で先走って、もうつんのめるような姿勢になるんですけどもね、はい、それがないんで、それほど悪いっていう感じじゃないですかね。そうですか。今の見逃しなんかでも反爆しましてから7試合目の対抗です。こちら8勝をマークしております斉藤雅樹、2エンド1。高々と打ち上がりました。1番からの攻撃でしたが、目下4対0でジャイアンツがリードしています。さて4回の裏は4番のハウエルからです。ハウエルも実はちょっと当たりが止まってるんです。センターに打ち上げた、どうだ、ダメです、フェンスを越えません。やっぱりバッターというのはどっかで、当然波はあるんですけれどね、はいはい、それとことは、これはあっちゃいけないんですけども、あるんですよね。それはあるかもしれませんね、ということで発砲をかけたんでやりますが、今のところ元気がありません。ワンアウトでランナーありません。斉藤ペースになってきました。2-1決まうっていうんですかね、ですから僕は何か刺激をね、やっぱり自分で作っていかないといけないと思うんですね。そうでしょうね、はい。川又の三振です。これで斉藤が、面白いと思います、はい。それにしても今スローが出てきましたけどね、川又こんなカーブぐらいがね、これだけ外れて無駄な空振りをすることはないんですよね、はい。なるんですけど、なんか尻の掴んばっかりに空振りしてしまうっていうのもね、はい。ベテランの三村です。4点取ってからのね、ファーストストライクはいい決まってますね。そうですか、はい、ちょっと抜きながら来るんですよね、やっぱり権藤さん、4点もらってるという一つの余裕もあるでしょうね、4点もらったのと、今のドラゴンズが元気ないっていうのが読めましたね、斉藤にはね、はい。これではいけません。ドラゴンズ必死の声援はライト側のスタンドです。暴投を続けます斉藤雅樹、ルーチューから。それに引きずられて勢いが出ていく、はい、みんな狙えっていうんじゃないですけど、はい、
これは重要なですね。これが一番やはりね、ピッチャーには助かるんですよ。はい、打順でやりましたけれども、三者凡退、三者凡退。元気がありません。ドラゴンズ打線を抑えてますが、さて、その中で先ほどツーベースを打っております、シーン。むしろ、ボンドさん、こういうシーンあたりがですね、無我夢中でリードして、無我夢中で打っていくっていう、タイプの選手なんですよね。はい。でもね、球速があってなおかつふわっと抜かれたら困るんですよね。田尾康史としてはどうしますか、これは。いや、とにかくね、もう追い込まれた、堀内ピッチングコーチです、危ないところでしたけれども、ツーツーなんですかね、そういう状況を全く感じさせない。ただね、現在のうちの苦しいピッチングスタッフを考えたら、そういった調整具合をね、調子の悪い理由にされても困るんだよって言ってました。ああ、確かにこれ2度スライドということになりますけれども、ローテーションから言いますと11日からの役物がぴったりということになってくるわけですが、ライトがベースカバー、あーっと、これは珍しい。これはどっちのエラーになりますか。これはピッチャーのエラーでしょ。ピッチャーのエラーですかね、4点を追いかけますドラゴンズの5回の裏の攻撃です。雨は現在降ってません。それでもって負けが込むということもあったんですけれども、ノーアウトランナーが1塁ないわけですよね。そうでしょうね、うん、振ってるんですけど、スワッと外でストライク取って、はい、ストライク取るのにすごく余裕を感じられるんですよね、見てますね。これは伸びすぎました。ワンアウトです。代打が登場します。酒井。佐藤は4点リードされておりますので、もうちょっと接戦になった時ということになるんでしょうか。右も左も一緒ですけどね、最初のいい時はね、はい、ただいつもよりはちょっと力を貯めてますよね、いつももっと力でグイグイしていくんですけど、変化球が変化球が多いっていうんじゃなくて、なんかゆとりで投げてるかなというような変化球の多さだと思いますね、やっぱりね。その辺は近藤さんも同意見。そうですよ、だから貯めてるって言ったんですよね、はい、力を貯めため、はい、いいコントロールですね、はいはい、ね、追い込みます斉藤。今日のプレートアンパイアは渡りだ。風はありません。だんだん蒸し暑くなってまいりました名古屋球場です。傘の花は開いてません。雨は現在落ちておりません。せっかく出したノーアウトのランナー、もらったランナー、ドラゴンズとしては何とかしたいところ。これは振ってませんね、あ、そうですね、キャッチャーはアウトコースより、うん、なんとかバットに当てました、抵抗カウントです。もうそろそろまっすぐ行くんじゃないですか。来ました。手が出ません。何か今度斉藤には珍しくチェンジアップですよね。はいはい、はい、まあ、まず近藤さんうまいって言いましたね。さすがに2打席ヒットがありませんので、これで3打席目。でもなんだかんだ言っても田尾さん、やっぱり斉藤攻略は左のバッターですよね。はい、ね、まあ、今見てましてね、そんなにヒットが打ててないスイングっていうかフォームじゃないですよね。あ、そうですか。はい、決して悪くない。あ、そんなに悪いと思わないです。なんかきっちりあの重心左足に乗せてね、はい、間を取ってますしね。ただね、ちなみにいい時はね、この一振りで決まってヒットになってしまうんですよね、はいはいはい、で厳しい球をファールファールしながら最後には甘い球をヒットなんですけど、インコースの球、まあ、俗に言うバッターがストライクゾーンを広くして打ってるっていうところじゃないですか。そうですね、追い込まれました。
今度は速い球。バッティング最後のね、何球かは思いっきり振るんですよね。打てなくなるとやっぱ思いっきり振れなくなるんですよね。空振りするのが怖くなっちゃうっていうね。その点タオさんの指摘では結構思いっきり振ってるというね。緩い球抜いてきましたと思うんですね。はいはいはい。その後にそれが繋がっていくわけですね。はい、タイミングの合わないあのセカンドゴロ、ショートゴロよりはですね。はいはい。と僕特徴ないと思うんですよね、はい、さあ思い切りのいいスイングを見せてほしいところです。粘ってます。三塁側のスタンドです。ルースリーまで来ました。いいところじゃないですか。やっぱり6月の中旬のあのサヨナラツーランもちらっと頭にあるかもしれません。あの時は斉藤らしくありませんでした。3点リードしていたんですが、それをひっくり返されての立浪のサヨナラツーランでした。今日は4点リードされてます。フルカウント、ランナーが走ります。これはボールだ。ランナーが溜まりました。これはさすが高いと、それから三振です。3打席目。ツーアウトでランナーが二塁一塁です。まだ前半の5回ですから、ここでなんとか1点2点取っておきたいところ。ということになりますと、斉藤にとってはダブルショックになるでしょうかね。そうですね。斉藤はコントロールいいですからね。はい、こういうノーストライクですから、思い切ってね、あの山張っていいと思うんですよね。あ、そうですか。外からのカーブとか、はい、あるいはもうインサイドのまっすぐだとか、僕はね、外のまっすぐじゃねえ、ファールになると思うんですよ。だからチャンスはカーブだと思いますよ。カーブね、はい、この辺も注目してみましょう。ワンアウトでランナー、ツーアウトでランナーが二塁一塁。小森、斉藤も神経は使ってます。4点リードしております。これはストライク、抜いた球、マイエンドワン。知るんですよね。ああ、そうだよ。ワン、ツー、狙い球を絞れますかどうか。うっと、ワン、スリーになった。捨てません。3塁、これは何でしょうか。間違ってもホームランはないでしょう。特に外に投げれば僕ファウルだと思うんですよ。はい、打てるならあの今高さんも言ったけどカーブだと思うんですよね。緩い球ばっかりですもんね。ワンスリー、またカーブ、これでツースリーになる。ツーアウトです。塁上のランナーがそれぞれ走ります。時刻は8時半を回りました。